NTT の今回のポイントっていうのは、莫大な隠し資産があるわけです<う>通信インフラでいうと、40兆円なんですよね、通信インフラだけででし,ょしそうです実は帳簿の価格が10兆円ぐらいなんで、30兆円の含み資産がここにあるわけですよ。でもう一つ、知的財産の部分っていうのはね、保有してるけれども、換金してない知財が莫大にあるんですよ。特許にして2万件ぐらいあるわけですその通り これなんか売り払い始めたらものすごいお金になるんですよね。いや、俺だって買いに行きますよ。<や>三鷹とね、あの横須賀の NTT の研究所なんかも宝の山だから。だから地材がその証券化されてないっていうだけで、それが寝てんですよ。で、寝てるのをこうやって海外に食わせて国民の資産を奪うっていう。ふざけんなって話でじゃああのメタル時代の加入権の金返せって話ですよね。